皆さんこんにちは竹林です今日も youtube 動画ご覧くださりありがとうございます私は近所を今散策しておりますすっかり春が近づいてきましたさて私がよくいただく質問に年齢による認知バイアスの違いというのはあるのでしょうかというものがありますいろんな研究によりまして例えば年を重ねるごとに現状位置バイアスが強くなるという研究が知られております 現状維持バイアスというものは今あるものに対する愛着が強くなって変化をしたくないと考える心理ですこれは人間の心理のメカニズムから考えていきますととても理にかなっております年齢を重ねるに従いまして現状に対する愛着が強くなってきますそして現状を変えようとするにはパワーが必要になってきます 年長者になりますとそのパワーというものがあまり出てこないものです3つ目の理由といたしましては年をを重ねるるとリスク回避的にななってくくののですしたくないのですす損したい今あるものを変えようとして失敗した時に責任を取りたくないという心理がどうしても働くのですこれはもう人間の心理として仕方ないことなんですだから私たちは年を重ねると 現状位置バイアスが強くなる足に根っこが生えたようになかなか動きたがらないという傾向が強まるまずはこの我々の認知バイアスを知るというところから始めてみることはいかがでしょうか今日の話はここまでにいたします今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました